中央区は、ラジオネーム七草さんからいただきました。アッパレゲーザーの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日ツイッターで兄弟を何読みするかというアンケートを見かけました。私は2つ年下の弟に姉貴呼びされているのですが、11万人投票されていたそのアンケートで兄貴姉貴呼び方は 4% しかなくて驚きました。翔太くんもラジオで姉さんのことを姉貴と呼んでいるのを見かけますが、実際も姉貴と呼んでいますか？皆さんの兄弟の呼び方、呼ばれ方もよかったら教えてください。ちなみに夫は兄を兄貴と呼んでいますが、小さい頃はアニータと呼んでいたそうです。恥ずかしかったかな。小学校の人がお兄ちゃんでしたね。でもお兄ちゃんが恥ずかしくなってきて、くん付けで呼んでました。アニータくん、アニータくん。上の名前を、上の名前か下の名前な。下の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 バカはないですか？バカはないですか？バカはない。ない。昔猿って言われてむっちゃ嫌い。マサルで猿で。めっちゃ嫌い。めっちゃ嫌い。翔太君お姉ちゃんだけいるの？姉だけですね。で、人前では姉貴って言ってます。ね、姉貴本人には姉さんって言ってます。姉さん。姉さん。ホテルじゃん。姉さんいいね。ドラマでやってますね。姉さん。ごめんごめん。姉さん姉さんっていう風に言ってます。え、姉さんは翔太っていうの？あ、翔太。翔太。翔太。翔太って言いやすいもんな。翔太です。はい、翔太。翔太。翔太。何歳の兄弟おったっけ？私は上3人います。あ、そっか。なんて呼んでるの？兄が2人いて、一番上は兄ちゃんって言って、2番目は名前にくん付けで。あれ、ちっこい兄ちゃんじゃないの？じゃないですね。大きい兄ちゃんとちっこい兄ちゃんじゃない、そういう時って。じゃないで勝ったです。発想になかった、ちっこい兄ちゃんっていうの。はい。で、一回でもなんかその友達とかがお兄ちゃんを呼び捨てで呼んでるのに憧れて、呼び捨てで呼んだらすごい親に怒られた。くん付けです。その2番目のお兄ちゃんのこと。そうです。呼び捨て理解してたんや。はい。そうなんめちゃくちゃ怒られて、はい。そうなんだ。そんな覚えたんだ。すごい。それ憧れあんねんな。一回だけ、はい。二人は？弟です。弟何？弟から？弟って。あ、お姉って呼ばれてますね。お姉。お姉。お姉なの？お姉な。違います。お姉の姉。どうですか？女の人やと思ったけど。誰お姉？お姉。一応女なんですけど、でもお姉って呼ばれてます。お姉なの？違います。違うんですけど。違うんですけど、すごい紛らわしいんですけどね。すごい紛らわしいんですけど。女の人やもんね。はい、そうなんです。なんて呼ばれてるの？お姉って呼ばれてます。お姉なの？違うんですよ。違うんですよ。難しいんですけどね。ちょっと。ちょっと難しいです。姉貴なんもう言えへんよな。言わないですね。恥ずかしいね。これは恥ずかしいな。あのおるか姉ちゃん。俺もうお兄ちゃんとお姉ちゃんずーっと。あーお兄ちゃん姉ちゃんって呼ぶな。そのめおいとかめの前でもお兄ちゃん帰ってきてるとか言ったりするから。それすごいですね。はあ。うん。俺お袋とかも言えないですもん。お袋は恥ずかしいな。恥ずかしいですね。ママも恥ずかしいぞ、大変。ママは恥ずかしいな。お母さん。お母さん。お母ちゃん。お母さんも恥ずかしい。お母さんもちょっと恥ずかしいですよね。お母さん。ああ、でも母ちゃんやな。ずっと母ちゃんやな。母ちゃん。なんか、ちょっと芸人なんてか呼び方がちょっと変わったりとか。なんか、母ちゃん。母ちゃん。おかんって言った方がいいか、みたいな。とかおかんね、関西出身なんか、俺がばあさんって呼ぶともう自分のお母さんがすごいばあさんになった気分になっちゃうから母ちゃんって呼ぶぐらいにしてるな。あれでも子供いたら呼び名変わりません？子供にそういう時はばあちゃんにそれを言うといてとかになるけど、俺が呼ぶ時は母ちゃんって呼ぶ。そっか。たっくんは？僕は、天涯孤独ですよ。いや、違いますよ。一応家族いますよ。うち姉いるんですけどね。
まあ、元鈴木ちゃんって言ってますよ。何それあ、おもろな。すげえ滑った。結婚して名前変わったから。そうそう、変わったから。元鈴木ちゃん。元鈴木ちゃん。こんなに滑んだって言わなきゃ。キョトーンとさ、お前。なんかオチっぽいこと言えねえかな。言えねえの別に。普通に名前。おねもキョトーンとしてるよ。普通に名前でちゃうんですね。ああ。そっか、まあ姉貴とか言わへんよな、うん、はい、うん、姉貴恥ずかしいね、姉貴、うん、姉貴ちょっとカッコつけてる感ありますよね、うん、姉貴さやねはなんか弟がおったら姉貴って呼ばれたかった感じだろ、うーん、姉貴、いや名前にちゃん付けとかがいいですね、さやかちゃん、お姉ちゃんとかでもなく、うん、呼び捨てでもいい、さやか、うん、そしたら弟怒られる親にそうだねめちゃくちゃ怒られる、かわいい、かわいいけどな、いいお名前で呼んでって言うてやって怒らせるっていう。ああ、いい。そうそう。真ん中のお兄ちゃんはその、呼び捨てされてる時は怒れへんかったの？お兄ちゃんは怒んなかったですけど、お父さんが、なんか、お兄ちゃんに何言ってないみたいな。結構厳しいんだ、ね、怒られましたね。お兄ちゃんから何て言われてんの？さやかです。あ、じゃあまんまじゃない？あ、とかさやとか。さやか。うん。まあそうやろな、下の名前はな。そうですね。へえ。次行こうか以上です。お